俺と組んで漫画家になってくれ。はぁ？俺が原作でお前が作画。夢が叶ったら俺と結婚してください。え？え？待ってるね。なる！俺は漫画家になる！俺たちは初めて描いた漫画をジャンプ編集部に持ち込む。これだと漫画というより小説に近い、漫画の絵じゃないんだよね。これじゃあジャンプには載せられない。手塚賞入選、新妻英治、俺らと同い年だって。新妻英治という天才には絶対に勝てない。僕たちもすぐ追いつきますから。でもその時にはジャンプで一番になってると思います。英治に勝つためだけに漫画描いてるわけじゃねえだろ。お前が漫画家になろうと言ったんだろ。決着つけなきゃいけないってことですよね。ここからは倒しに行きますんで。ラジャーです。絶対負けんなよ。諦めたらそこで試合終了ですよ。漫画は読者に読んでもらって初めて漫画なんだよ。人真似じゃない、君たちだけの王道漫画を描いてほしい。天才じゃない俺たちは邪道で勝負するんだ。それが俺たちの博打だろ。